はい、こんばんは、ブスイです、令和2年2月28日です、このチャンネルは1日1食玄米食の私が日々何を食べ、体調がどうなっているかなどをお話ししています。で、今日は普通に通常営業で、ね、1日デスクワークでした。で、どんなものを食べたかというとですね、会社終わってで退勤して、帰り道に100円のなんだファミマで売ってるこれぐらいの、おせんべい1袋と、あとファミレスによってですね、また例のごとくほうれん草の炒めで、あと今日はコーンスープをいただきました。で、帰宅してからは、発酵玄米ご飯とサバ味噌いただきました。で、ちょっと今なんだブドウとなんだ焼酎を混ぜたものをちびちびとやってます。で、週末からですね、また断食を行う予定なので、仕込んであった発酵玄米ご飯ですねを、全部平らげました。だからちょっといつもより多い感じで、だいたい 1.5 杯分ぐらいですかねの、玄米ご飯をいただきました。で、今お風呂から出たところで、体重を全裸の状態で体重を測りまして、60.85kg と、BMI が 22.9 ということでした。まあ、だからやっぱり、ね、昨日 62.1 だったかなからカクッとやっぱり下がりますね。それぐらいの変動はあるという感じですね。で、体調的にはやっぱりすこぶる元気、相変わらず元気にお仕事してました。で、風邪をひく気配も全くないですと。で、花粉症も克服したと考えてます。はい。で、風邪ひかずまたね、花粉症を克服できたのはなぜかっていうと、やっぱりこれ一日一食のおかげじゃないかなと思ってます。というのも、食事をした後は胃腸が働いて、食べ物を消化吸収するために体を使うんですね。エネルギーを使う。で、これファスティングの業界の中では、まあ、消化モードって言ったりするんですけど、で、消化が終わったら取り込んだ食べ物をこう自分の体の中のですね、古くなった細胞と交換したり、あと体内に入ってきたウイルスとか細菌とかバクテリア、そういうね、異物をこう吐き出す、モードになると。で、これを代謝モードと言ったりします。で、この代謝モードがですね、長ければ長いほどこう体の修復ですとか異物を吐き出すっていう作用が最もこう作用が大きくなるわけですから、それだけ、代謝モードが長ければ長いほど健康になるという考え方ですね。で、まあ、今の、自分の生活状況で言う、まあ、今日の状況で言うとですね、だいたい朝、6時半、まあ、多分昨日の晩食べたものが、6時半ぐらいまで、まあ、ちょっと分かんないですけど、体の中さばいてみたわけではないので、まあ、だいたい6時半ぐらいまでは、消化系の、作用で使ってたんじゃないかなと。で、大体朝起きてからが代謝モードに入って、夕方の6時まで、まあ、何も食べないファスティングモードだったので、まあ、この辺りはずっと代謝モードだったんじゃないかなということになります。で、まあ、ちょっと例えば玄米菜食から外れた食材、お肉とか卵とか乳とか、でその辺を食べたとしても、その代謝モードが長ければ、そういう、まあ、余計なものを排出できる可能性が高くなるので、一回こう変なものを食べて体調が悪くなったとしても、またこう代謝で、吐き出して復活するという感じになります。で、まあ、このタイムテーブル見て分かる通り、今のところだいたい1日の半分ぐらいは代謝モードになってますので、まあ、毎日元気でいられるということでございます。
で、明日はですね土曜日ということで、子供と、まあ、遊びに行く約束をしてまして、でちょっとあの体を動かすことになるんじゃないかなと思ってます。なので、また体重とか BMI、何か変動するんじゃないかなと思ってますが、はい、ということで、その報告もまた明日したいと思います。ということで、よろしければチャンネル登録ぜひお願いします。ということで、ではお元気で。